皆さんこんにちは、しおとめはじめです。今回はあの E23 機の製造が中止にならなかった件について解説していきましょう。ちょっと前まで E23 機は残念ながら中止になったじゃないかっていう風な意見が一部ですがありましたね。まあ、ちょっといろんな形式の中そういう話があったですが、なんととある E23 機の中止の噂っていうのはやっぱり違うっていうことが判明しました。今回はこの件について皆さんに紹介していきましょう。まずは今回の話に至るためにとりあえず E23 系のこれまでの件について紹介していきましょう。まず E23 系っていうのは一番最初に丸い緑の山の手線に導入されましたね。ヤテレジとかそういう風に言われています。まず E23 系はこの山の手線から導入が開始されました。ちなみに結構導入当初は苦労しましたね。例えば言ってお住まいのプログラム関連のバグがあって、どうやらこういうことが原因で満員とかそういう判断を誤ってフェルセーフの機能が働いた結果、正しく運行できないバグっていうのがありました。ちなみにこれはもちろん後に直された上で運行しており、現在は特にそういう問題はありませんが、導入当初はこういうトラブルがあって、結果的に確か2015年か16年頃からは増備がされるっていう風に思ってましたが、残念ながら17年頃まで量産車の編成はしませんでした。まあ、ちょっとこういうこともあって結果的に本来 E231 系の重工車って E23 系に全部転用することを前提に作ったはずですが、製造ペースがちょっともったりしていたので、結果的に確か2編成程度中間車を重工車も新しく作ったっていう経緯があります。もともと製造数自体2編成作られたので、もともと利用分重工車が廃棄になることは分かってましたが、結果的にはこの変更に伴って約4編成分の重工車が無駄になりました。結構これは悲しいですね。もともと重工車ってなんか、転用すること前提で結構しっかり作ったのに、たった4両とはいえ、余剰廃車が出るのは虚しいです。なんだかんだ言って製造期間も、割と2010年前後って感じで、多分使用してから10年使うか、使わないかっていう感じで消えましたね。ちなみに E231 系の6動車にはもっとすごい編成がいて、なんか下手したら5年ぐらいで廃車になったっていう車両もあります。さすがにパーツとかは結構、例えばドアや液晶モニター、あとは椅子とか結構使える部品の大多数については予備のパーツとして取った上で車体を潰したって感じですが、それでも結構なんだかんだ言ってちょっともったいないっていう感じはしますね。一応こんな感じで山の線については導入が今現在終わってますが、その後2020年頃からはなんと E23 系が横須賀線向けの編成についても誕生しました。いわゆる1000番台ですね。1000番台の電車は横須賀線や総武快速線とかで活躍しています。もともと E21 系が走っていて、今はまだ走ってますが、この電車結構ボロかったので、これを交換するために作りましたね。 E21 系自体は製造年数的にそんなに古いわけではありませんが、あまりにも高速運行しすぎた結果、どうやら機器更新1回の時点で結構老朽化がやばいっていう風に分かっているそうで、本来はなんかそのタイミングでもう交換してもいいっていう風にさえ言われてましたが、さすがに当時はまだ他の線区が持ってなかったので、例えば201系とかさすがにちょっと部品が古すぎて更新しようにももう大体おひらいぐらい古いものばったりして、さすがに当時はこういった古い電車を交換するためにも E21 系を交換するよりもまず201系とかそれ周辺のめっちゃ古い電車を交換するためにこっち優先だったので、 E21 系は一応更新した上で、結構更新時点でもボロかったけどさらに使いましたね。結果的に現状相当 E21 系はボロいらしく、さすがにちょっとここまで来たらもう大体するしかないっていう感じで、205系とかの古い電車を一通り都心部から出した後は E21 系がターゲットとなって交換されていきましたね。ちょっとこの電車2021年の中頃から E131 系の製造のためか製造が終わっており、結構これによって一時期E23系1000万台はちょっとコロナによって JR が経営傾いてるから電車を製造するお金に余裕がない結果、なんかこの電子エンジンの導入がいわゆる東急8500系みたいに、もともと古い電車を新車で交換しようと思ったけれど、これを中心して古い電車を使っていこうっていう方針に変わったっていう風な噂も流れましたね。一応この関連の今後の話については後で紹介しますが、こんな感じで一時期はこの1000万台って中止になったっていう噂が流れましたね。やっぱりなんか途中で急に新型車両の製造を
止めたりしたら、やっぱりこういうことが起きる可能性もあるんじゃないかなとか、そういう風には感じますね。まあ実を言うと元からどういう風になる予定かは分かっていた話ですが、それはさておき、E リサオキは他にも2020年頃に一応報道機関系ですが、公式から京浜東北線への導入が予定されているっていう旨が発信されましたね。一応こんな感じでなんか JR 公式から京浜東北線向け新車として E リサオキを導入するっていう一応計画が発表されましたね。これに伴って確か当時は E233 系をいろんな地方線区で回していくっていう話もありました。ちょっと前の話ですが、一応2020年の確か6月とかそのぐらいにこの情報が出ましたね。ただとはいえ残念ながらさっきも紹介した通り E233 系の製造っていうのは2021年の中頃から止まっちゃったんですよ。まあこういうこともあって E233 系は中止の立場かっていうふうな話は結構出ましたね。景品特性も近いですし、下手したらなんか総武快速線の方までそういう風に言われてました。こんな感じで結構電子エンジンの電車があまり使えずに終わっちゃうかっていう風にも噂が出ましたが、ですが最近なんとこの電車が登場することが判明しました。続いてはついに今回の本題であるこの話題について詳しく紹介していきましょう。なんと総武快速線向けの F14 編成っていう、まあこれまでは13編成までしかなかったんですが、新しい14編成というのがニーツの方で作られた上で、最近なんと試運転していることが判明しました。まあ要するに久しぶりに E2 層機の製造が始まったってわけですね。これまでずっと製造が結構止まってましたが、ようやく再開したって感じでしょうか。まあ要するにこんな感じで、結構この E2 層機1000番台の製造が止まったことから、総武快速線横須賀線向けの新車の製造が中止になったって噂があったんですが、一応この噂については出ましたね。まあ要するに残念ながら実ではないことが今回判明しました。やっぱり製造が途中止まったので、もしやこれは製造を断念したじゃないかっていう風にも結構言われてましたが、まあ結論としてはこんな感じでデマって感じでしたね。まあとはいえもともとこれはデマってことは一応分かっていて、というのもちょうどいい最終形っていう、そんなに編成数は多くないけれど結構短期集中で作る必要があった電車がありましたね。0番台はそもそもの数が少ないためそんなに影響はなかったですが、一方で今年から営業運転を本格的に広げていった500番台600番台相模線向けや日光線と宇都宮線、これ向けの編成があるんですが、やっぱりいずれも合わせると一応100両以上あるため、しかもこの編成を次のダイヤ改正までに作る必要がありましたね。おそらくこの影響でニーツの車両製造を多分ラインをこの E 最地形側に特化したように変更して一気に作った可能性があります。まあ幸い車体については前面のお顔とか底は変以外は基本的に E23 系と同じ感じの車体ベースなので、まあ特にそんなにライン変更といっても大規模な変更はないでしょうが、まあとはいえこんな感じで E 最地形ってダイヤ改正に伴うワンマン運転の設定や、また宇都宮線日光線方面では結構白紙に近い改正をする必要があったために、まあやっぱり結構短期的に電車を作る必要があったんですよ。ワンマン運転を開始についてもやっぱり古い電車を全部交換してからの方がやりやすいですし、だから100両程度の結構まとまった数を短期間で一気に作る必要があったんですよ。だから今回紹介したこういうことが生まれたんですよね。ただ一方で今回のこの製造ってあくまでも短期集中型って感じで、確か記憶では1、2ヶ月前くらいからもうこの製造は終わったんですよ。要するにこの製造が終わったってことは、また E23 系の製造を再開することができるんですよね。一応こういうことがもともと予見できたので、まあ実際このスカレンジを中止ってのはまあそんなに可能性高くないかなっていう風には思ってましたね。あとは普通になんか確かどっかの雑誌かなんかで製造を22年後から再開するっていうこともなんか言われてましたし、まあこういうことを踏まえたら、まあ一応この中止っていうのは今回のこの実車の登場を待たずともある程度は嘘がついたっていう風に言えます。ていうかそもそももしも仮にコロナでお金がないということであれば、1000万台がそもそも製造されたおかずは怪しいですからね。下手したら E21 だけを再更新するとかそこまでして頑張った可能性さえありますから、さすがにこの E21 だけの強引なあの走り見と相当厳しいですからね。さすがに引退するのはしょうがないかなっていう風に感じます。あとさっきちょろっと
京浜東北線の電子レンジについてちょっと触れたので、一応ここでも紹介しましょうか。一応、京浜東北線の E2 座席については現状、どうなるかは不明です。まあもちろん絶対に中止だったっていう確定的な証拠はありませんが、ただ一方で、結構中止だったじゃないかっていう風な見方はできますね。最近 E233 系に関するメニューが発表されましたが、京浜東北線の E233 系をワンマン対応改造することも書かれていたので、これってちょうど E233 系の導入予定の目標だったので、まあこのことを踏まえたらちょっと間接的に諦めたっていう話を感じることもできるかもしれません。まあ実際これ本当に中止だったのかはわかりませんよ。ただ一応現状、残念ながら1000万台と違って、こっちは本当に中止だった可能性があるかもしれません。同じく、横浜線側についても、そういう風な見方が結構、現状では、できちゃうんじゃないかなとか、そういう風にも感じますね。ただ、とはいえやっぱりスカイレンジが、本当にこれからどんどん増えていくと思われるため、これによって引退していくだろう、いい日だけの記憶は、早めにした方がいいかなっていう風に感じます。なんか結構ネットでは、錦糸町駅の、流出でさえ、最近は結構頻繁に電子レンジが入ってくるっていう噂も聞きますね。やっぱりこれからどんどん勢力を広げていくために、錦糸町駅のあの流出線っていうのは、これまではいいリーチナー系に占領されていましたが、最近結構ここに電子レンジが入ってくるっていうこともあるそうです。やっぱりそろそろ電子レンジが増えていきそうだなっていう風に感じるため、いいリーチナー系の記憶はお早めにって感じでしょうか。気づいたらもう新車に投資されて、フリーフォーが消えちゃう可能性もありそうですよ。まあ、こんな感じで結構、電子レンジの製造再開することが一応確実になりましたね。というわけで皆さん今回話を聞いて、どうでしたか？もしよかったらぜひコメント等を書いてくれると嬉しいです。コメントをする際はぜひクリビーっていうタグを書いてくれると嬉しいです。また面白いと思ったら高評価あったり、もっと鉄道のことを知りたい方はぜひチャンネル登録して、私と一緒に知っていきましょう。このチャンネルでは、鉄道に関する新しい情報や、未来関数推測情報も発信していきますので、興味あったらチャンネル登録してくれると嬉しいです。というわけで今回はこれでお会いしましょう。バイバーイ。